どうもナオチンです。ユニコーンオーバーロードの体験版をやっていきます。よろしくお願いします。一度6時間プレイしまして、体験版は全部クリアしたんですよ。クリアしたんだけどもちょっと納得がいかない。やっぱりね、すべての武器、すべての仲間を仲間にして、でさらにレベルを上げるだけ上げて、本編に入っていきたいので、この6時間っていうのはかなり重要なんですよね。とりあえずこの6時間みっちりやって、上げれるだけ上げてみましょう。ではやっていきます。5時間半経ちましたね。一応全員仲間にしまして、買えるものも全部買いました。でここでね、30分ぐらいずっと穴掘ってた宝の地図が出なかったんですよね。でようやく最後の4号が手に入りました。まあ、この4号をとりあえず取りましょうかね。もうほとんどねやることがないのよ。もう戦う場所もないし、まあ、とりあえず、宝箱探しに行きましょう。地図号がここっぽいね。地図の号がここで、地図4だよね。いまいち分かりづらいな。とにかく左上の方っていうことは分かってる。まあ、この辺からちょっと探してみましょうか。円の中には入ってんだよね。で、山に囲まれて湖がある。あった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 。はい、地図4。クリアですね。で、これで、クエストとりあえずできるやつすべて、クリアしましたね。あとはもういけないからね。で、司祭の行方をクリアすれば体験版は終わりなんですけども、残り10分ちょっとあります。10分ちょっと。そこもね、ちょっと有効活用したいところだよね。でもやることがないので、もうこの採掘場で、もう穴掘りまくるしかないでしょ。うん。こう穴掘りまくって、若干でもいいのでお金を貯めましょう。ちょっと待って、穴掘りすぎて体験版終わった。ちょっと待って、一回戻ってやり直します。手前まで戻ってきました。残り1分ぐらいで終わりますので、司祭の行方ここで終わらせましょう。もう余裕ですね。全員がレベル15ぐらいあるので、まあ負けることはありえない。行こう。うん、まあただただ突撃していくだけで、全然勝てると思いますけどね。あ、4ユニット出せるんだ。そうだったか。出陣いたします。ドン。オッケー。お望みのままにいたしますわ。お、意外と仰せのままに。騎兵の力が必要か。強えぞ。任せてください。劣勢くらい慣れています。オッケーオッケー。で倒す。体が重い。でもってここはちょっとスキル使わないときついか。了解です。準備できるぜ。スタミナなし。待て待て、かかってください。彼より役に立ってみせますか。これで削ってで突っ込めば倒せるかな。ちょっと待って、こっちで倒すとちょっと経験値もったいないので、うん、こっちで倒そう。はい、オッケー。投げ払うまでより高みを目指します。まあまあレベル1ずつ上がりましたね。いいんじゃない。あ、でまだあったか。あ、でもどこへでもひとっ飛びですよ。余裕ではあるか。了解です。騎兵の力が必要か。お望みのままにいたしますわ。降りてと彼より役に立ってみせますわ。移動していきましょう。で俺のユニットがどっかいたでしょ。ああここだ。速度遅いんだな。おお、いい感じに倒せるじゃん。ちょっと速度が遅いけども
大丈夫ね。まずは馬で突貫して、おお、ちょっと待って、やられてる。少し手当てができれば。オッケー、あちらですわね。スキルなんか使え、折れてはいません。でこれでダメージ与えて追撃すれば倒せるね。私を見ておけ。うん、オッケー。よし、はい、ということで体験版がここでおしまいですね。名声もうちょっと貯めれると思ったんですけども、まあまあこんなもんでしょう。うん、で軍資金は、3万5000ですけども、石を売れば、まあ、10万ぐらいにはなるかなと思います。200個ずつぐらい余ってたからね、それを売ればいいかな。よし、それでは体験版はここまでで終了となります。あさって発売ですね、8日からがっつりとやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。